はい、コナンです。妖怪ウォッチプリプリやっていきたいと思います。来ましたね、イベント予告。そしてレベル5の人気キャラクターが勢揃いということで激アツです。これを見ると事前のリーク情報通りスナックワールドからはドラゴンナイトレジェンドチャップ、そして稲妻イレブンから野坂優馬、そして遠藤います。そしてセンターにいるのはこれシャドウサイド日野神じゃないでしょうか。ということはシャドウサイド日野神が、まあ、本命のねキャラになるのかというような気がします。そしてレイトンミステリー探偵からカトリエイル・レイトン、そしてレイトン教授います。そしてなんとその隣にいる耳のついたこのキャラ、あれですよね、二の国のエヴァンじゃないでしょうか。これは結構ボリュームはあるよね。そして今回ね、なんとか Y ポイントなんですけども6万5000ポイント貯めました。もう少しね頑張って貯めたいとは思いますけども、これで100連超え、まあ150連ぐらいねガチャ回せるんで、どうだろう、 SSS ランクの 0.6% が引けるかどうかなんですけども、最近ね結構運があるんでこれはね引いていきたいなと思います。やばいぞ今回レベル5のキャラもう本当に人気キャラばかりだよね。まだね、そしてこの争奪戦終わっていません。最終日分取りガツガツやっていきます。まだね Y ポイントも稼げます。さあ今ね順位の方が1万4000位ということでランキングもね上げていきます。そして忘れてはいけない Y ポイント交換スモうどん、こちら僕持っていないんで交換します。まあ300ポイントなんで結構リーズナブルだよね。まあ次のイベントでもね大活躍してもらいたいと思っています。スモうどん友達になりました。やっぱ新しい妖怪ってねドキドキするよね。さあそしてスコアタックの方なんですけども、まあ1万4204位ということで五右衛門いただきました。そして超必殺の秘伝書シャドウサイドコインゲットです。なので今日はねこのシャドウサイドコインでガチャ回していきます。一か八か行くぜ。どうなんだろう、ここで SSS ランク、まあ、引きたいんだけど、まあ、ここで運を使っちゃうのもなみたいのもあってちょっとね複雑な心境です。まあしかしね運試し行きましょう。そして五右衛門ね、これ嬉しいよね。さあガチャだぜ、ちょっとここで運を使っちゃうか。行くぜ、シャドウサイドコイン、シャドウサイドの妖怪が出やすい特別なコイン頼む社長、日野社長お願いします。楽しみでいいっすね。おっとマグロったマグロった。しかしシャドウサイドの中では非常に好きなキャラなんでマグロ当たりでしょう。シアンク、さあ技レベル上げていきます。